27日の日本テレビ系ニュースゼロの出演を平熱より体温が高かったという理由で取りやめた嵐の櫻井翔38について所属するジャニーズ事務所は28日平熱に収まっているとした。熱が高くなることもなく体調不良もないとも説明した。櫻井は27日放送の番組内で自宅から電話で有働由美子キャスターとやり取り、夕方に検温した際に平熱より高かったことを明かした上で、今は無理をするという選択よりも大事を取るという選択が重要かなと出演取りやめの説明していた。